小田さん、あざとい女性大好きです。芸能界きっての色男、吉田鋼太郎が翻弄されたあざと女性。誰も本当に本気では口説いてくれない、本気では口説いてくれないのを誰かちゃんと私のこと口説いてくれないかな。すごい、すごい。 どなたですか。半年悩みましたもん。そしてあざとレンドラ第4話では、遠距離中の彼氏健太郎が突然東京にやってきて、なんかさっきは暗くてよく見えんかったけどさ、そのメイク俺はあんまやわ。私は気に入ってるねんけど。ねえ、そういうこと言わないでよ。さらに、入社する前から変わらない花が好きって言ってるのに全然聞かへんやん。なんで変わることそんなに否定するの。あー、ダメだ、どつもにハマっていく。坂道を転がるように、ね、果たして花の恋の行方は。朝話そう、もういいよ。そうだね、夜はあかん。朝だとくて何が悪いの。日曜夜11時55分。